はい、では本日はインタビューよろしくお願いします。でまずはじめにお名前をお聞きしてもよろしいでしょうか。はい、岡本ひろえと申します。はい、それでは最初の質問ですが、海外留学をしようとしたきっかけとその経緯を教えてください。もともと小さい頃からの英語とか他の文化や国には興味があったんですけど、あの学校で交換留学生の方がいらっしゃって、それで話す機会があったり、あとは大学に入ってからも、あの看護の大学に在学中も、あのメルボルン、オーストラリアのメルボルンの方に行って、はい、あの海外の医療に興味を持つようになって、はい、それであのもっと自分でも英語をあの上達して海外で働ける看護師になれたらいいなと思って留学を考えました。はい、では、アメリカ渡航時から現在までの簡単な学歴と職歴を教えてください。日本で数年働いた後、たまたまのオーペアというプログラムがあることを知り、はい、あのアメリカとその時は、イギリスにもあったんですけれども、あのまあ、アメリカの方に興味があったので、それでオーペアとしてあの初めてアメリカに来たのが、最初の、初めての経験ですね。でたまたまあの選ばれた指定先のホストファミリーがあのヒューストン、テキサスのヒューストンにいたの でそれであのヒューストンでの生活がそこから始まりました。はい、こちらに来て N クレックスの受験はいつされましたでしょうか。そのオーペアに来た時はまだその看護の具体的な情報を知らなかったんですけれども、その滞在中にその看護の、大学とかどうやって N クレックスを受けたらいいかとか、そういう基本的な情報をいろいろ自分で調べて、でオーペア終了した後に、再度、学生としてあの再渡米してるんですけれども、はい、その時に、コミュニティカレッジに通いながら自分であの N クレックスの手続きをして、2011年に、カリフォルニア州での N クレックスで、受験しました。はい、アメリカの看護ライセンスをテキサス州とカリフォルニア州で取得されておりますが、その受験合格までの経緯を教えてください。最初もともとテキサス州にいたので、あのテキサスのボードオブナーシング、日本でいうあの厚生労働省のような感じの州ごとにあの、いろいろルールが違っているんですけれども、そのテキサス州で調べた場合にいろいろ他の州よりも条件があのいろいろ厳しかったんですね、私が調べた時は。はい、であの日本人の方はだいたいカリフォルニアかニューヨークで受けてらっしゃるっていうのを伺って、で自分でそれでカリフォルニアだとテキサスにあのライセンスを移行できるっていうのを知ったので、カリフォルニアで、まず受験をして、でその後、まあ何か機会があってカリフォルニアにあの転校するなり、あの仕事の機会があるのだったらカリフォルニアに移動しようと思ってたんですけれども、はい、あの自分でもまだ在学期間がのテキサスで残っていたので、まあ、とりあえずテキサスにも移しておこうという形で、あのエンドースメントという形で、うんうん、ライセンスをテキサスの方に移行しました。あ、はい、テキサスではマスタープログラムとして、パブリックヘルス科へ進学し卒業されておりますが、その経緯と看護科へ進まなかった理由を教えてください。看護科へは、進むのが第一目的で、もともと留学をしているので自分であのいろいろ調べて、テキサスにもすごいあの大きなメディカルセンターがあるので、それに付属したあの付属大学病院などたくさん看護の学部やあの学校はあるんですけれども、やはりあの現実的に、まあ、いろいろ難しくて、で自分であのその BSN 日本で持ってたんですけれども、こちらでいうあの準看護師の方が、もしくは正看護師の方が、2年生のコミュニティカレッジ、日本でいうと多分あの短期大学にあたるんですけれども、はい、そこからその4年生の大学に編入して BSN を取るっていうプログラムがあのテキサスにもたくさんあったんですね。でその中で自分で一応経費も
あの留学生はすごいあの学費が高いので、それでなるべく抑えられる大学で、あとなるべくその今まで取ったクラスをあのトランスファーできる大学で絞って何件かあの申し込んだことは申し込んだんですけど、やはりその競争倍率が高かったり、あのウェイティングリストがあったりとか難しい現状があったんですね。で、私の場合あの留学生なので、そのウェイティングリストを待つとか、その期間何もしないわけにはいかないので、常にその F1 ステータスっていうのをメインテンするために、あの学校にきちんと通って、あのちゃんとクラスを取ってっていう条件があったので、待つっていうあの選択肢はまずなくって、で自分の中でもその在学中にいろんな看護を目指す、あの、ま、留学生だけじゃなくて、はい、あのアメリカ人の友達にもたくさんあって、うん、やはりすごくみんなあの厳しいというか、あの競争社会にいるというか、はい、あのアメリカ人でも入学するのがすごい簡単ではなくって、入学するためにすごいボランティア活動をたくさんやって、そこのボランティア先からレコメンデーション書いてもらうとか、あとレジュメをあの出すんですけれども、あの看護学部に。でその時にやっぱりレジュメの中で、いかにその在学中にそういうボランティア活動とか地域に貢献する活動をしたとか、あと奨学金をもらっているとか、その学校の成績以外のものをすごく評価されるんですね。なので皆さんその学外の活動にすごい力を入れてたり、あとはまあ私の場合は稀なケースかもしれないんですけども、はい、やっぱりクラスの中でもあのやっぱり一緒に勉強するから仲間っていう思う子もいますけど、やっぱり仲間でもありライバルでもあるじゃないですか、その大学に入る時点で誰が選ばれるかっていうことになるので、はい、なのでやっぱりそういう意味でも、いろんな方がいらっしゃいますよね。やっぱり自分が入りたいってすごい強く思うのは私もまあ分かるんですけれども、やっぱりそういうふうに、その簡単に入れるっていうものではないっていうのをすごく感じたんですね。あとやっぱり知り合いの看護師、留学生で来ている、外国人の看護師の方、あのアジア圏だったり他の国だったりもするんですけども、その子たちもやっぱり同じようなあの問題を抱えていて、入学ができたとしても卒業後はあの OPT を終えた後に病院のスポンサーが見つからなくて、あの帰国した子や、そのままあの看護のマスターのプログラムに、はい、あの進学した子もいるんですけれども、結局進学をした後もその必ずしも看護として病院で働けるという保証がなかったんですね。でその子の場合はあの卒業後もあの就職先を病院、あの研究分野にも行けたんでしょうけども、あの病院で探してたんですね、あの臨床をやりたいということ で結局でも申し込んでもあの彼女の場合そのオーバークオリファイされてしまって、その要はアメリカの場合その学位に見合ったお給料を払わないといけないというあのいろんなルールだったり規制があるんですね、外国人ナースを雇う場合。それがためになかなかそれをあのやってくれるスポンサーの分野がなかったりとか、そういう現状を私は見ていたので、そのもちろん私も看護としてあの看護師としてここで働きたいという目標があって最初来たので、その目標をそのままあの貫きたいという思いはあったんですけれども、そういういろんな方の体験談とかそういうお話を伺って、自分の中でもしあの今できることが他にあるのなら、それをあの頑張ってそこにあの集中して、で思い悔いが残らないようにやってから最終的なあの判断を下そうという形で、でたまたま私日本にいた時からあの、まあ、もちろん看護っていうのはその病院の中の医療だけではなくて、あの地域の保健師としての活動もあるんですけれども、その病院の中っていうのはあのもうすでに病気を抱えていらっしゃる患者さんを治療する場所、治す場所がメインなんですけれども、保健師っていうのはあの予防的な活動、その病気になる前に例えばあのスクリーニングをしたり、あの健康診断をして血圧が高い方を
その心臓の病気になる前、大きな疾患が起こる前にその予防しようという活動をするのが保健師なんですけれども、そういった予防活動に興味があったので、あのたまたま私がいた大学にあのヘルスの科目で教育学部なんですけれども、はい、あったので、その分野に進もうということで、あの私の場合、日本でもう BSN を取っていたので、その分とあとコミュニティカレッジを取ったクラスも移行すれば2年間で、BS のヘルスっていう、日本語で何ていうのかちょっと分からないんですけど、ヘルスの分野での、はい、あのバッチャラー の学士号っていうのを取って、でそこであの在学中にあの知り合った先生があのいろんな研究リサーチをされていたので、それにあの参加させてもらって、いろんなボランティア活動とか、あと論文の読み方とか、あの研究の仕方とか、そういうのを教わって、であのその次のステップが自分の中ではあのパブリックヘルスっていうあの公衆衛生にあたるんですけれども、の分野にあの進もうって考えていたので、そのためにいろんな準備をその在学期間中やって、でその後あの近くの大学に、修士号を取るために、マスターのプログラムであのパブリックヘルスっていうのに進学したという経緯があります。